るんだったらとにかく足がむくんでパンパン、なんとかしてください。足がむくむ原因はシンプルに動かさなすぎ。だから早くむくみ取りたいなら短時間でいろんな動きする必要がある。そんな方にはいつも通り1種目30秒じゃなくてこの動画がおすすめ。寝ながら足痩せ15分で35種目やってきます。まず両膝を曲げて、かかとをしっかりグッと上げましょう。できる限り高くかかとを上げる。ふくらはぎの筋肉を動かしてます。この動画は20秒おきに種目が変わります。種目と種目の間がないので次の種目がこんな感じで出ます。しっかりかかと上げましょう。次は内ももパタパタつけながらちょっとずつ足上げていきます。お尻をちょっと床から浮かせるイメージです。内もも使ってしっかり膝と膝つけましょう。次はこちらです。股関節を開く、伸ばしきる、開く、伸ばしきる、繰り返していきましょう。初めてやる方は難しいかもしれませんが、何度かやるとこの20秒おきにね、種目が変わるのも慣れてきます。しっかり伸ばしきる、開いて伸ばしきる。次はこちらです。ゆっくり足パカ、20秒かけて開いて閉じる、やっていきます。まずは最初の10秒で開いていきます。 OK、 ゆっくり最後の10秒閉じましょう。腰が痛い人、お尻の下に手を入れましょう。そのままもう一回足パカクロスです。開いてクロス、開いてクロス。呼吸だけ止めないように意識しましょう。限界まで開いてクロス。次はこちらです。両膝を曲げておいて左右に股関節を倒していきます。こんな感じで、何種目かおきに休憩のストレッチが入ってますので安心してください。もちろん15分長いので途中でサボっても OK です。次の種目はこちらです。よし、 OK。 次、足を揃えて股関節を広げる。内もも使って閉じる、広げる、内もも使って閉じる。内もも使う感覚わからない人は内ももに手を添えてみるとぐっと力入る感覚がわかると思います。次はこちらです。両膝を90度に曲げてちょっとお尻をぐっと浮かせます。ぐっと下っ腹使ってお尻持ち上げるイメージです。もっと膝曲げてももちろん大丈夫です。お腹使ってる感覚あれば OK です。次はこちらです。膝曲げて伸ばしきる、足パカの状態で膝の曲げ伸ばしです。しっかり伸ばしきるとね、内ももと膝肉撃退できます。腰が痛い人、お尻の下に手を入れましょう。伸ばしきる、ぐっと伸ばしきる。よし、オッケー。このまま足パカキープです。きつい。しっかり膝を伸ばしきる。限界まで開く。股関節開く。これがポイントです。膝伸ばしきりましょう。呼吸は止めないように意識しましょう。次、休憩ストレッチです。膝を伸ばしたまま、股関節内外にねじっていきます。グッとグッと内側に入れる。ガニ股の方は内側に、内股の方は外にしっかり開きましょう。よし、 OK。 次は両膝を曲げます。膝と膝つけたまま左右に倒していきます。膝が離れないように意識しましょう。呼吸も止めないようにしましょう。次、こちらです。よし、 OK。 両膝曲げたまま右足しっかり伸ばす。しっかり右足伸ばす。伸ばしきると膝上の肉を撃退できます。伸ばしきる、しっかり伸ばしきる。余裕があれば伸ばしきった時つま先手前に引いてみましょう。つま先手前に引くとより効果的です。ラスト1回 OK。 次、逆左足いきます。しっかり伸ばしきる、曲げて伸ばしきる、しっかり曲げて伸ばしきるときに膝上の肉を撃退してます。しっ
かり伸ばしきる、呼吸は止めないように意識しましょう。しっかり伸ばしきる、 OK。 次は右足を大きくくるくる回します。できる限り大きく外回しです。左足曲げておいて大丈夫です。しっかり膝を伸ばして外回ししていきましょう。よし、 OK。 次左足伸ばしきる、大きく外回ししましょう。できる限りね、大きく、こう僕みたいに場所が狭い方はできる範囲で大丈夫です。できる限り大きく回す、股関節付け根から回すイメージです。呼吸止めないようにしましょう。次は休憩の万歳です。足伸ばして両手万歳です。ちょっとこうお腹とか脇の下伸びる感覚あると思います。こうついていけない人はね、どんどんサボっても大丈夫です。一種目置きとかでも十分に効果あると思います。呼吸だけね、止めないように意識しましょう。次は右の股関節外に開いて内もも使って足上げます。つま先をしっかり外向けて内もも使ってあげる。感覚わからない人は手で右の内もも触ると、あ、力入ってるなって感覚がわかります。しっかり股関節外に開く、つま先外向けるのがポイントです。左足いきます。つま先外向けて内もも使ってあげる。しっかり内もも意識しましょう。こうやってね、20種目詰め込むことで、もう股関節いろんな筋肉あるんですけど全部動くので、頑張って最後まで完走しましょう。 OK。 次両膝曲げて持ち上げてパタパタしましょう。ふくらはぎと裏ももに効かせてます。余裕があればちょっとお尻浮かせましょう。この次の種目はこの動きを股関節外に開いて行います。こんな感じですね。外に開いてパタパタ。できたらお尻持ち上げておくといいと思います。腰が痛い人はお尻の下に手を入れましょう。呼吸止めないようにしましょう。次、足パカします。足パカ、バウンドさせましょう。多少ね、もちろん膝が曲がっても OK です。伸びてる方がいいですけどね。曲がっても OK。 こうやってバウンドさせましょう。きつい人はね、こう手使ってズルしても OK です。呼吸は止めないようにしましょう。次は休憩のドローインです。よし、 OK。 限界までお腹膨らませてゆっくり吐きましょう。あと5秒、吐き切る。しっかり息吐き切りましょう。よし、 OK。 次両膝曲げてお尻をぐっと持ち上げます。裏ももお尻の筋肉を使って持ち上げるイメージです。上がらないよって人はね、手を使ってズルしてもちろん大丈夫です。お尻、裏ももの筋肉使えてるか触ってみましょう。よし、 OK。次は両膝曲げて左右にねじります。ぐっとねじるとき肩が浮かないようにしましょう。左右にねじる、肩は浮かない。ちょっとこうお尻をね持ち上げておくとよりお腹に効いてきます。この次は軽めに自転車こぎです。この体勢のまま自転車こぎやっていきましょう。後半にねきつい自転車こぎ待ってるので、これは軽めですね。準備運動みたいに軽く、呼吸だけ止めないようにね、意識を続けましょう。軽めでいいので大きく回すといいと思います。よし、次足つきましょう。次は、股関節回し右足です。こうやって大きく外回ししていきましょう。こう前もも使ってあげるってよりかは股関節付け根、下っ腹、この辺り使って大きく回していきましょう。よし、 OK。 次左足、股関節付け根から大きく外回しです。呼吸を止めないように意識を続けましょう。よし、できる限りね大きく回しましょう。
痛みある方は痛みない範囲で回しましょう。ゴリゴリなるのは痛みなければ OK です。次、両膝曲げて右に倒します。左でバンザイしましょう。お腹、脇腹伸びると思います。しっかり膝と膝つけてグッとね、外ももが床につくように倒しましょう。呼吸止めないようにしましょう。次、逆側いきます。揃えたまま左にねじります。しっかりこう膝と膝をつけておいて左にしっかり倒す。右手をね、こうやって上げるとより効果的です。呼吸は止めないように意識を続けましょう。次は片足で足パカです。両膝伸ばして右足足パカ、右だけ足パカ、結構きついですよね。限界まで開いて内もも使って閉じる。限界まで開いて内もも使って閉じる。ラスト1回いきましょう。次、左足です。限界まで開いて閉じる。狭くてね、どっか当たっちゃうよって人は当たらない範囲で OK です。腰痛い人、お尻の下に手を入れましょう。余裕がある人はね、手を使わずにお尻持ち上げておくと下っ腹にも効きます。ラスト1回いきましょう。次、このままタッチしましょう。できたら膝伸ばしてね、タッチ。もう僕みたいに疲れてダメだって人は手でサポートして OK です。もうサポートっていうかズルですね。できたらね、こう膝と膝しっかりつけましょう。きつい。この次、休憩ストレッチです。よし、 OK。 両膝を肩幅より広めに開いて片足ずつ内にグッとねじっていきましょう。できる限りね、内にしっかり入れる。呼吸を止めないように意識しましょう。休憩なのでゆるいストレッチです。次は両足揃えて外に開きます。これでパタパタ動かしましょう。こう痛みがない範囲で呼吸止めないようにね、外にゆるーくパタパタしましょう。次の種目はこの体勢のままでお尻を持ち上げます。よし、行きましょう。お尻の筋肉使ってグッと持ち上げる、下ろす、持ち上げる、下ろす。上がらないよって人は手を使ってズルしましょう。こうお尻にね、力が入ってれば OK です。できる限り外に開いた状態で上げる、お尻使って上げる。よし、 OK。 次、ふくらはぎのマッサージです。左足を右足に乗せます。空いてる手でふくらはぎ掴んで大きく足首回しましょう。スマホ見ながらやってる人はね、こう片手でスマホ見て、持ってない方の手でね、ふくらはぎ掴んで回しましょう。ふくらはぎ、足首のストレッチです。よし、 OK。 次、逆足いきます。ふくらはぎを痛気持ちいいぐらいで掴んだ状態で足首大きく回していきましょう。呼吸だけ止めないように意識を続けましょう。次、この体勢のままでお尻持ち上げます。グッと。今右足上に乗せてるので左のお尻を使って持ち上げるイメージ。左のお尻使って持ち上げる。限界まで持ち上げる。できない人はね、手を使ってズルしましょう。よし、 OK。 次、逆足、左足を上に乗せて持ち上げる。この時は右のお尻、裏もも使ってます。もちろん手を使ってズルしてもいいし、もう残り10秒ね、サボってももちろん OK です。もうここまで頑張った時点でかなり効果あります。ぜひね、ビフォーアフターでメジャーがある方は太もも測ってみましょう。次、自転車です。これはですね、さっき軽めだったんですが、もうちょっときつめにいきましょう。できる限り大きく早く、さっきよりちょっときつめです。この次が超きつめです。あと5秒、超きつめいきますよ。呼吸止めないようにしましょう。よし、超きつめいきます。できる限り高い位置で大きく回す。お尻はね、グッと浮かせる。腰痛い人、お尻の下に手を入れても大丈夫です。できる限り高い位置で大きく早く回す。頑張りましょう。うわ、きつい。呼吸止めないように意識しましょう。きつい。頑張って。よし、OK。
最後、大きくドローインしておしまいです。鼻から息吸って、限界までお腹膨らませましょう。限界までお腹を膨らませる。ゆっくり吐きましょう。これでおしまいです。ふーっと吐いて、吐き切る。限界まで吐いて。よし、OK。お疲れ様でした。できる方は朝昼晩3回できるといいです。終わった後もメジャーで太ももを計測しましょう。この1週間メニューのおかげでダイエット成功できた。この1週間メニューのおかげでストレッチが習慣化できたと話題の、早く痩せたい方のためのダイエット1週間メニュー、15万人以上の方が友達になってくれている無料の公式 LINE、友達追加していただくことで最新バージョンを配布中です。ダントツ1万人気の全身メニューだけじゃなくて、足痩せメニュー、お腹痩せメニュー、二の腕痩せメニュー、ふくらはぎ痩せメニュー、すべて無料でプレゼントしています。概要欄の固定コメントに貼ってあるリンクをクリックして友達追加すればすぐにメッセージで届きます。